2017年8月に日本アスクに入社いたしまして、現在は企画部技術課に在籍しております。今担当としましては、弊社の主力商品であります JE のような新商品の開発に携わっております。弊社はシンクグローバリーアクトローカリーを体現する会社だと思います。日本アスクは外資系企業ですが、主な顧客は日本企業になります。日本企業は主に品質、新仕様、性能を要求されます。それはトップクラスの性能、信頼性を求められることになります。この要求に応えるべく、日本アスコとしては、技術開発部門を独自に、保有して、我々はその世界的なアスコブランドに対して日本アスコの価値、品質を融合させることで商品開発を行っております。中途採用の方ばかりなので、さまざまなバックグラウンドを持った方が多くいらっしゃいます。そのため、自分のとは違った視点で物事を捉え、さまざまな、自分とは違ったアプローチで解決をしていく方々がいらっしゃいます。ですので、ふとした会話の中でもさまざまな発見が多くあり、非常に勉強になる環境になると思います。一言で言うと、チームワークが良い雰囲気だと思います。日本アスクは、大人数の所帯ではないので、一つの問題が起こった際に関係者がすぐに集まって、物事を解決する、そういったフットワークの軽い、チームワークの良い雰囲気を持っている会社だと思います。アスコの製品は様々な種類の製品を持っています。そのため、目立たないかもしれませんが、思わぬところで使用されていることが多々あります。いわゆる縁の下の力持ちのような製品になります。私自身、技術者として、自分が携わった製品が世の中に出て人のためになっているということに非常にワクワクしています。それが身近なところにあれば、さらにワクワクすることになります。私たちと一緒に入社を検討している皆様とも、このワクワクを一緒に味わえたらと考えています。